はようございます。山中です。それではご紹介したいと思います。まず、後ろ向きにちょっとなりますね。まず肩幅ぐらいに足を広げて、両手を前へ習いのようにこうまっすぐ伸ばします。この時肘を90度に曲げたままでそのままこう横に開きます。で、手のひらは上に向けます。で、この状態がスタートの状態です。そのままで息を吐きながら体の中心の方に肘を近づけます。で、吸いながら元に戻します。少し動きが小さくて分かりにくいですが、大げさにすると吐きながらこう寄せていって吸いながらこう戻すという感じです。あまり広げすぎないようにしてください。普通にこのままでいいです。もう一回いきますね。吐きながらで吸いながら戻します。で、もう一つ、これに応用を加えますと、この時のこのお尻ですね。お尻の筋肉を自分で意識してこうキュッとこう吐きながらこうキュッとこう締めるように力を入れてください。で、吸いながらこう戻してください。これをこの動きとともにこう両方同時に連動させると効果抜群です。この上とこの下の動きをこう連動させるっていうのも、大事な要素になってきますので、ぜひできる方はお試しください。それではお大事にしてください。